のミュージックダメ大丈夫ですか？はい、うん、奈々さん、はい、鏡ご覧ください。あ、やば、びっくり。こんなか、え、すごい。結構深かったんですかね。くぼんでてもやがてこれが盛り上がってくると、うん、すごい、やば、綺麗になる今でも綺麗ですよ。いや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 、ちょっとやめてください。はい、奈々さんのほくろ治療から1週間です、診察、柴先生お願いします。はい、お願いします。まあ、こういう感じでしょうねという気分ですね。はい、こういう感じというのは、まあ、やけどをしてると同じなので、うん、ああいう2日目のやけどは2、3週間大体ね、うん、かかりますから、1週間目はこれでちょっと明るいやって、うん、まあ、多少はまあ、かさぶたになるか、うん、ここら辺の時期なので経過としては順調。順調ですね。はい。奈々さん困ってることはないですか？ないですね。はい、ただ早くテープ取れるようになったら嬉しいなってぐらいで。はい。左側の2個の、はい、大きなほくろは、はい、最初くぼみをね、直後は本人がちょっと気にしてたんですけど、うん、だいぶ盛り上がってきましたね。うん、はい。経過順調ということで、はい、奈々さん安心してもらいましたでしょうか？はい。はい、ではまた今度見せてください。ありがとうございました。はい、奈々さん、ほくろの除去から約1週間過ごしていただいてどうでしょうか？治りも順調なのかなと思ってて、痛みとかも全くないです。はい、あ、術後ヒリヒリ感とかありました？全くないですね。はい、はい、テープを外したのは今日が初めて。そうです。はい、どうですか実際見てみて。なんかもっと穴開いてるのかなとか思ってたんですけど、はい、思いのほか治りもすごい早くて、はい、ちょっと早くちょっとテープ取れるようになりたい。そうですよね。左頬の2箇所ですね、はい、この2箇所ですけれども、術直後ちょっとくぼんでる感じを気にされてましたが、うんうん、今だいぶ盛り上がってきましたね。はい、うん、うんうん、綺麗な状態、いいと思います。クリニックではお受けいただきやすい価格と真心を込めた施術を心がけています。ホームページ通りの料金となっているので概要欄からご覧ください。皆様のご来院をお待ちしております。